皆さんこんにちは。本日は、私の、まあ、ちょっと急遽なんですけれども、急なライブ配信に、お時間いただきまして、ありがとうございます。今日はですねリサイタル直前の、ライブ配信ということで、3月9日にですね浜離宮朝日ホールで、リサイタルがありまして、今それの準備を絶賛しております。でそれに、まあ、際しての、まあ、ここからまだまだこういろいろと自分の中では全然完成してない部分もたくさんありますから、まあ、ここからというここから大詰めといったところなんですけれども、まあ、それの直前ということでそれに対しての意気込みとか、まあ、こういう思いで取り組んでいきたいとか、こういう思いで当日演奏したいとか、そのようなことを話していけたらいいなと思っております。まずはじめにですね、ちょっとこの部屋がちょっと寒くて指がちょっと動かなかったんですけど、パルティータ第2番リサイタルで一番最初に演奏する、作品の中から、ロンドという、最後から2曲目にあたる、作品を演奏させていただきました。まあ、当日はこの曲一番最初に弾くわけではないので、真ん中に、これが入るわけですけれども、まあ、今日はちょっとこのパルティータの中で一番これが短いかな、今日演奏した曲が、短いとは思いますけど、それを演奏してみました。それでこの浜離宮の、リサイタルではですね、まあ、プログラムをこうご覧いただいて分かるようにバッハ、ベートーベン、ブラームス、そして、リストという、まあ、4人の作曲家を取り上げて、演奏会を進めさせていただきますけれども、ちょっと順を追って今日は少し演奏も交えながら話をしたいと思います。まずはじめに、まあ、これ実は三大 B と呼ばれるドイツ三大 B と呼ばれる作曲家を取り上げておりまして、まず最初にバッハですね。そして続いて、一部の、後半にベートーベンのピアノソナタ第32番を、演奏いたします。で、この32番というのはピアノソナタ全部で32曲ですから一番最後のソナタに当たるわけですけれども、私は比較的ですねベートーベンは結構初期の方を多く取り上げてきたというか勉強をしてきておりまして、ベートーベンっていうと、まあ、大きく分けて初期、中期、後期、ざっくり分けるとそんな感じなんですけど、後期のソナタっていうのが、大きくは30番、31番、32番とされるのかなと思います。で、私は先ほど言ったように初期のソナタをたくさん演奏しているものですから、なかなか後期のソナタに、触れ合うことっていうのがなかったんですけれども、今回思い切って一番最後のソナタを選ばせていただきました。で、まあ、ベートーベンというと古典派というスタイルに位置づけされる作曲家ですけれども、この30番、31番、32番っていうのもかなり、ノマン派と言ってもいいほどに、ソナタ形式のなんていうんですかね、常識をちょっとこう、破りつつある、なんかそんなソナタです。この32番のソナタに関してもですね、かなり、中期の初期とか中期のソナタに比べると同じ作曲家が書いたとは思えないほどの、かなり自由で、まあ、それでいて深くて、まあ、いろいろこもった作品なのかなと思います。で、今日はこの32番を演奏するのもいいんですが、せっかくなのでわりかしこう初期の方のソナタをちょっと演奏してみたいなと思います。悲壮のピアノソナタ第8番の悲壮の第3楽章を、演奏します。で、これ今日演奏する理由でもあるんですけど、この第1部はですねパルティータが、破綻調から始まって
というか破綻調の作品なんですけれども、そのままベートーベンのピアノソナタが、これが一応破調調とされます。で、破調調とされるんですけれども、第一楽章は破綻調でできているので、ちょっとそのつながりっていうのも少しこうこだわりがあるところで、割とこれはね、まあ、ちょっとネタバレになってしまうんですけど、私はリサイタルのプログラムを組むときに、こう調整関係をちょっと自然にして、関係のあるものにして、で終わってみると違う調に行ったりするんですけど、最初の開始音だったりとか最初の調だったりっていうのを、同じ調整にして、なんか一つのまとまりを作るっていうのもちょっと狙って見ることが、多かったりします。なのでこのパルティータ2番と32番っていうのはですね、ちょっと私のそういう調整関係の狙いというのもあるわけです。でそして今日弾く悲奏も、なんで悲奏の三楽章を弾くかというと破綻調なので、ちょっと悲奏の三楽章を弾いてみようかなと思います。Thank you.
ありがとうございます、ベートーベンの悲愴の三楽章を演奏いたしました。暖房を入れていただいてもいいですか？すいません、ありがとうございます。で、そしてですね、コメントもいっぱいありがとうございます。はい、そして、バッハ・ベートーベンといきました。ここで休憩が入って、リサイタルでは休憩が入りまして、続いてブラームスですね。ブラームスは私が去年度ぐらいから、去年度、今年もですね、今年もいっぱい演奏しようと思うんですけど、今年度、ぐらいから、課題として、なんか自分の課題として取り組んでいる作曲家でして、もっぱらブラームスの勉強を一番よくしている、最近はよくしているかなと思います。で、この後にはなるんですけど、4月、ちょっとまだいろいろと未定なんですけれども、ブラームスのとある、作品というか、そういったものも、これから計画をしていまして、今年はかなりブラームスをたくさん弾くことになるのかなと思っています。今年度ぐらいから勉強していて、それが、今年ですね、演奏会やいろんな場面でブラームスの作品をたくさん弾く予定でいます。で、なので、このリサイタルの一番の聞かせどころ、ずっと聞かせどころなんですけど、自分の中でここぞっていうのが実はブラームスなのかなと思います。で、リサイタルでは感想曲オーパス118-2、これは大変有名な、後期のブラームスの作品の中では、とりわけ有名な、作品ですね。そして、パガニーニの主題による変奏曲第1第2巻、オーパス35、ここに出るプログラムって結構いろいろと悩んでいまして、そんなわけでブラームスの作品をかなり、多くまとめて勉強していて、初期から後期まで、幅広く勉強しているので、ここに何を入れようかなっていうのはとても悩んでいたんですけれども、続いてですね、リストを入れたかったっていうこともあって、なんかこの次にラカンパネラを弾きますけれども、そのパガニーニつながりっていうのもちょっと狙っていたのが一つ。それから、このパガニーニの主題による変奏曲って 1,2 巻通して弾くと全部で約24、25分ぐらい、かかるんですけど、両方とも、大学生の学生の時から、取り組んでいる作品ですが、1巻2巻って続けて演奏したことって多分数えるほどしかなくって、で、割といわゆる試験だったりとかコンクールだったり勝負の場っていうところで、このパガニーニのバリエーションを弾いてきたんですけど、2巻続けて弾いた、なんかすごくこうもう絶対これ満足みたいなこと、舞台は自分の中では記憶にはなくって、この2巻とも通して弾いた時にずっとラーラララララタンタタタタタタンタタタタタタンタの、主題をやっているわけですけど、なんか技術的にも音楽的にもなんか充実して弾きたいなというので今回入れさせていただきました。今課題になってるか分かんないですけど、このパガニーニの主題による変奏曲の2巻はしばらく、今もなのかな、日本語コンクールの、一次予選の課題でしばらく続いていまして、なんかそれでも弾いたなという記憶があります。で、この2巻だったかな1巻だったかなを学生の時に
10分以内に収めなきゃいけないみたいな試験があって、試験というかなんかちょっとしたこうおさらい会みたいな場が大学で設けられてた時がありまして、点数がつかない試験みたいなのがあって、一巻だったかな、一巻をなんとか二巻は多分10分以内で弾けるので一巻だったと思います、一巻をなんとか10分以内に収めて弾きたいというなんか変なチャレンジをしていたのも記憶に新しいです。すごくちょっとさすがにバリエーションいくつかカットしたのかもしれないですけど、にしてもなんか早く行けるところはとにかく早く弾こうというような、なんかそんなチャレンジをちょっと、もちろん音楽的にですけど、してなんとか収めたっていう変な学生の時にやってた記憶もあります。まあ、ブラウスの作品なのでもちろんすごく深みのあるところもバリエーションもいっぱいあるんですけど、基本的にはもうとにかく難しい変奏曲です。でブラームスと親しかったクララ・シューマンが、この曲を見せてもらった時にクララ・シューマンに渡したんですけど、ブラームスが、渡した時にこのバリエーションとこのバリエーションとこのバリエーションとこのバリエーションはもう難しいから、このバリエーションはもう弾けないから、それは除いてねとか結構言ったバリエーションがいくつもあったぐらい難しい曲です。で、まあ、今はいろんなピアニストが弾くので不可能ではないんです。もちろん可能ですし弾けるんですけど、当時からすればこんなの弾けないよぐらいの、クララ・シューマンでも弾けないよって言わせたぐらいのなんか難しい曲ですを弾くんですけど、そのわけでいろいろここに何を入れようか悩んだ、悩んで結局漏れてしまった曲をちょっと今日弾きたいなと思います。これはどっかの場面で今年どっかで絶対弾こうと思っているんですけど、オーパス10の4つのバラードという作品がありまして、ブラームスの初期の作品なんですけど、そのうちの、第1曲目を今日は演奏したいと思います。で4つのバラード結構2,3,4 曲目とかは割とこうなんていうんですか、バラードって物語的とかいう意味で訳しますけれども、 2,3,4 はどっちかっていうと純音楽、純音楽みたいな感じですけど、第1曲目はとある詩が元になっているとされておりまして、それがエドワードという登場人物が登場するので、エドワードバラードと呼ばれたりもしています。でこの詩のざっくり言うとですね、お父さんを殺してしまった、いろいろあって殺してしまった息子が、罪の意識に苛まれて落ち込んでいていろんな思いがあってっていう息子とお母さん、それをなだめるお母さんのお話ということで、この第1曲目は、まあ、それが元になっているので直接的にそうかと言われるとちょっと怪しいんですが、とにかく大変劇的な、作品になっています。で関係ないんですけど、せっかくバラード弾くのであれば、私が1月に、やっていたショパンのバラード4曲弾いてましたけど、そのバラードも、ちょっと続けて弾こうかなと思って、バラードの第3番ですね、これを2曲続けて演奏したいなと思います。それではお聴きください。
Thank you.
ありがとうございます、ブラームスのバラードとバラード第1番そしてショパンのバラード第3番をお聴きいただきました。すごくたくさんの方に見ていただいてるんですね。ありがとうございます。はい、で、あ、ショパンは弾かないんですけどね、リサイタルでショパンは弾きませんが、そして最後ですね、最後というか、2部の後半の、お話をしたいと思います。先ほどブラームスがパガニーニの主題による変奏曲を弾くと言いましたけど、続いてリストですね、全然あの三大 B から離れてるじゃないかというツッコミをもらいそうですが、しかしですね、このカッコ武蔵に編と書いてあって、武蔵にも B なので一応ギリギリ三大 B というか四大 B というか、なんかそんなような感じなのかなというのも実は狙っているところです。リスト武蔵に編の、ラカンパネラ、そして、リスト武蔵に、黒岩編でメヒストワルツ第1番ということになります。ブゾーニという、まあ、ピアニスト作曲家を、ご存知の方もたくさんいると思うんですけど、とりわけブゾーニって聞くとバッハの、ブゾーニ編の作品が、有名なので、それでよく知ってる方もいらっしゃるんじゃないかなと思います。ブゾーニというとあバッハだよねみたいな、方も、まあ、あの例えばブゾーニ編のシャコンヌだったりするのはよく弾かれているので、それでおなじみだったりしますけれども、リストもですね、ブゾーニはバッハも、確かにトランスクリプション編曲たくさんしましたけれども、ブゾーニは優れたピアニストだったので、その、ピアニストとしてもリストの作品はほとんど、ほとんどではないのかな、ただ、かなり多くのリストの曲を弾いていたとされています。だから、今回弾くラ・カンパネラとメフィスト・ワルツのブゾーニ編と言ってますけれども、ある意味でブゾーニが当時こういう風に弾いていたというような、なんかそんなイメージで聞いていただけるのかなと思います。ラ・カンパネラっていうとですね、よく弾くあのラ・カンパネラなわけですけれども、ブゾーニ編は、まあ、私的にはもっともっとはるかに難易度が高いなと思います。今日よく弾かれるラ・カンパネラも十分難しいですし聞き栄えがあるんですけれども、このブゾーニ編はそれよりなんていうのかな、装飾音の入り方とかがちょっとおしゃれさもあるのかなと思います。で、まあ、演奏者としてはですね、そのおしゃれですごく難しい部分っていうのをなんかこう一生懸命やりたくなっちゃうんですけど、とはいえですね、このなんかそのやっぱりラ・カンパネラのその自分の中の、自分もよく弾くラ・カンパネラの方から入ったので、その疾走感だったりとか華やかさっていうのを失わないようにこのブゾーニ編を弾きたいなというのは考えています。まだちょっと綺麗なんですけど、おしゃれなんですけど、勢いがちょっとまだ自分ないかなと思っているので、それは当日までに練習して、もうちょっと勢いよく演奏できるようにしたいなと思います。で、いまだによく弾くこのバージョンのがとっさに出てきそうになるので、それが結構大変だったりします。これは最近だとハンガリー教師曲第2番っていう作品がありますけど、あれも最近はオリジナル版で弾いていることが多くって、最初オリジナルから入って、続いてホロビッツ編っていうのを弾いてて、で最近オリジナルにちょっと戻したんですけど、
まだオリジナル弾いて間もない時に、オリジナル戻して間もない時にやっぱ滅びつ版が入ってきちゃって、なんかあ今滅びつ版だっていうので苦労したことがあって、このカンパネラに関してもベゾニ編じゃなくてそのリストのパガニーニの大練習曲に戻ってきちゃうことが多々あるので、それもなんかこれから弾き慣れてやっていけたらいいなと思います。結構実演でこれ聴くのってないんじゃないかな、なのでこれだけ聴きにでも価値があるリサイトルだと個人的には思ってます。それから続いてですね、メフィストワルツ第1番、これはですねどっちかっていうと私はこのブゾニ編から取り組み始めからブゾニ編で聞くことが多くって、こっちの方がどっちかというと原曲に近いかなと思ってますし、さっきのラカンパネラは原曲の方が、原曲よりブゾニ編の方が難しいって話をしましたけど、このメフィストワルツに関しては私はこのブゾニ編の方が結構アグレッシブに前に前に行っていける勢いが増して弾けるような気がしていて、リストのオリジナル編よりブゾニの方がなんか弾きやすいというか、流れがよく弾けるような気がしてます。なんかタラ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 っていうところとか結構嫌なパッセージをタララ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 ラってこう音を間を抜かないで弾けたりとかするところがあって、それは結構聞いててはすごくビルトオーゾでかっこいいんですけど、でも弾き手としてはわりかし合理的にできてるので、すごくいいアレンジだなと思ってます。でこの黒岩編って書いてますけど、主にこの黒岩編の部分っていうのは途中、ちょっと言い過ぎるとネタバレになっちゃうんですけど、途中とある連打の部分があって、それを3つ、これ弾かれてる人はもう今のでピンとくると思うんですけど、3つ弾いてるところを僕は5つ入れていて、ずっと5つ入れてて、そうするともちろん流れが止まっちゃうんですけど、でそんなに派手なところではないので、なんていうんですかね、見せびらかすための連打ではないんですけど、3つのところを5つ入れてちょっとこう怪しさを出してみたりとかしてます。あとはちょいちょい音が、多くアルペジオがもう1オクターブ上に行ったりとかかな、中に上にはいかないからもう2倍入ってたりとか、ちょいちょいこの黒岩編というのは主には音が多い倍ぐらい、倍 1.5 倍入ってる箇所が多々ある、あるいはオクターブがちょっともう1オクターブ下がったり、なんかそういったところを狙ってる、編曲です。リストは権利が切れている、武蔵にも権利が切れてるかなので、こういうちょっといろいろ勝手に変えてっていうのも、許されるのかなと、思っていますけど、メフィストワルツって僕すごく好きな、昔からすごく好きな作品で、曲のイメージがとてもしやすいんですね。それもあってすごくいいなと思います。でざっくり言うとですね、メフィストワルツって最初がなんか5度で進行していくんですけど、これ、ミフィストが、バイオリンで最初に調弦するんです。でその弾いてる、ミフィストの、調弦に合わせて人々が踊るみたいな、なんかそんなような感じになってて、そっからもなんかいろいろこう女性を口説く場面があったりとか、夜泣きうぐいすが泣く場面があったりとか、結構曲のイメージが本当につかみやすくって、ちょっとその女性を口説くような場面っていうのは少しこうなんていうんですかね、大人っぽいところがあるので、
少しこう大人の世界観っていうのもあったりとか、どんちゃん騒ぎがあったりとか、まあ、そんなようなことはちょっと曲目解説にも、当日の曲目解説にもストーリーは書こうかなと思っているんですけど、すごく楽しい作品ですね。で、ソロでソロはこのメフィストワルツで、終わります。そして、第3部ですね、これが、まあ、通常のピアノリサイタルとちょっと違う形ですけど、18時半開演っていうのもこれがあるから18時半開演なわけですが、バッハのピアノ協奏曲第1番、これを弾きぶりします。弾きぶりというのは弾きながら、指揮を振ることですけど、弾きぶりをします。で、今回、主催がそうですね、朝日新聞社さんと浜力朝日ホールさんと、タクティカートさんということになってまして、まあ、このピアノリサイタルなのに最後にコンチェルトを弾きぶりできるっていうのは、ある意味こうタクティカートさんが主催してくださってる、まあ、強みというか、ダメ。一瞬動いたんだったら割と。なんか動いてるっぽいですけど、どうですか？あ、いけてるのかな。すいません、長らくお待たせしました。これあれなのかな、アーカイブに残すと止まっちゃうのかな、しばらく途切れた感じになっちゃ う, そ, うです、ね、そっか。じゃああれかな、難しいかな。まあでも今日ね、リアルタイムでちょっとアーカイブは残さないかもしれないですけど、でも結構たくさんの方が聞いていただけたので、よかったです。で、ちょっと話が途切れてしまったんですけど、何でしたっけ、何だっけ、あ、バッハの話だ。そう、バッハの協奏曲を最後に弾きます。で、これ最後本当になんかどうやら
主催 の, あの今日そこにいらっしゃるんですけど、ブゾーニのコンチェルトっていうのもどうやら存在したというか、あのもしたんですけど、ただやっぱり初めての弾きぶり、あの人前でやるのは初めて弾きぶりをするので、もう少しこうトラディショナルなというか、ナチュラルにできるものがいいなというので、バッハのコンチェルト、バッハに始まりバッハで終わるというようなプログラムにさせていただきました。で、まあ、指揮者としてはですね、止まっちゃうかな。途切れ途切れ、なんか動いたり止まったりなのかな。今動いてる。ちょっとまあちょっと回線の調子が悪いので少し途切れ途切れになったらすいません。ちょっと安定したら演奏しようかなとは思うんですけど、ちょっと安定しなかったらこのままちょっと終わっちゃうかもしれないですけど、すいません。で、途切れ途切れで話も途切れ途切れかもしれないんですけど、バッハのピアノ協奏曲を弾きぶりします。で、指揮者としては譜面を置きたい、はい、今の状況なんですけど、指揮者としては譜面を置きたい、ただソリストとしては譜面を置きたくない、あのいわゆるアンプで弾きたいっていう、ちょっと今その瀬戸際にいます。で、曲のことはよく勉強してますけど、ちょっとリハーサルでどうなるのかというのがとても楽しみです。で、タクティカートオーケストラさん、もちろん素晴らしい指揮者の方とたくさんやられている精鋭の素晴らしい若手の方々なので、僕の指揮がどう思ってどう思われるのか。で、ピアノの配置はちょっと背中向けようかなと今のところは考えていたりします。弾きぶりの時は結構そういう配置でやることが多いので、そのまま横向きで振るっていうのもちょっと可能かなとは思うんですけど、少しそのオーケストラとのコンタクトをより楽しみたいので、おそらく皆さんにこの曲は背中を向けてしまうのかなとは、思います。ちょっとね、譜面を置くのか置かないのかどうしようかなという、ちょっと振り間違えたらもう少しこうオーケストラのスコアを勉強しきれたらアンプでやろうかなという、そこをちょっと悩んでいるところという感じでございます。いつかこのなんか弾きぶりが成功したらですね、ブラームスのコンチェルトの1番をちょっと弾きぶりでやったらいいんじゃないかななんていうふうに思ったりも考えたので、ここを成功させて、またいつかブラームス、一応何人かのピアニストがやられてるそうなので、いつかブラームスの弾きぶりをも、ちょっと挑戦してみたいななんていうふうに思っています。はい、どうしようかな、途切れちゃういますよね。で、まあリサイタルの話はそんなところです。で、1時間最初が、前半が50分、2部が40分ちょいで、コンチェルトが少し短くて20分少しという、まあ3部構成で、お届けします。で、席も学生券もご用意がありますし、まあ、ここに向けて今の精一杯をここに込めて演奏したいと思うので、ぜひ3月9日、木曜日ですね、皆様お忙しいと思いますが、ご来場いただきますと幸いです。私だけじゃなくてタクティカートオーケストラも本当に素晴らしいので、そっちも楽しみに、来ていただければ幸いです。演奏を最後に安定してんのかな、ちょっと弾いてみますか。
弾いて終わりましょう。で、話が長くなりましたが、2部がパガニーニ尽くしですから、今日はですね、最後にリストのパガニーニの主題による大練習曲の方の第4番、そして大練習曲舞踊に編じゃない方の、ラカンパネラを、2曲続けて演奏したいと思います。すいません、今日は回線がちょっと途切れ途切れになってしまったので、少しアーカイブは残せないかもと思いますが、ぜひですね、皆さん、今日配信を見れなかった方にも周りの方にもぜひおすすめをして、いただければ幸いです。はい、なんか質問とか、あれかな、 あったら答えようかなと思ったのですが、まあ時間もちょっとあれなので演奏して終わりましょうか。はい、今日はですね、月曜日ですかね、月曜日の週末明けのにもかかわらず、結構急遽の告知だったんですけど、最後までありがとうございました。それではパガニーニの、弾けるかな、パガニーニの主題による大練習曲の第4番、これほとんどパガニーニの原曲通りなんです。バイオリンでもよく演奏しますが、パガニーニのこれね、結構原曲通りで、譜面も一段になっていて、2分ぐらいで終わっちゃうんですけど、楽しい曲です。それから、ラカンパネラ2曲続けてお聴きください。 ありがとうございます。なんかスーパーチャットもちょっと追えなかったんですけど、ありがとうございます。とても励みになります。ちょっと9日に向けて頑張ります。それでは、本日は最後までありがとうございました。Thank you.